皆さん、こんにちは、こんばんは、武田総理です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは、超ですね。まずはダメなパターンから解説いたします。ダメなパターンその1、こちらですね。さんずいをかっこよく見せるためには、2画目の点画を左に張り出させ、左のラインを三角形にしてあげるとかっこよくなるんですね。ダメなパターンその2、こちらですね。頭の横線の部分を長くしてしまうと、なんかダサくないですか？右払いが短く見えてしまったり、作りの部分が無駄に太って見えますよね。この横線は必ず短くしておいてくださいね。ダメなパターン3つ目、こちらですね。左払い、右払いの中に文字がある漢字ってこんなにたくさんありますよね。もうこれはまとめて覚えておきましょう。この中の文字を大きくしてしまうと、ごつい印象になってしまうんですね。大人の美文字を目指すためには中をキューッと狭くしておきましょう。以上のことを踏まえた上で、今からペン字筆ペン大筆、最後にアートもございますので、ゆっくりと動画をご覧ください。その前にチャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録ボタンを押していただけるととっても嬉しいです。さあ、今日も双葉書道会のマス目押しを使ってスムを解説していきます。まずスムの書き方なんですが、さんずいですね。1画目に対して2画目はね、こうやって左に張り出すようにして書くんですね。ここね、三角形にしてあげると非常に美しいバランスになります。とりあえずね、2画目は左に張り出しちゃいましょう。で、上るはね、この右払いをいかに右方向に長く見せつけるかと考えるんですね。まあ、なので、この辺りね、めちゃめちゃ横線短いし、この左払いもさんずいにものすごく近いですよね。さあ、上るのこの頭の部分のコツがあります。それはここの交差点ですね、ちょっと下目にクロスさせるんですよ。まあ、そうするとね、すごく頭の出方が美しくなるんですね。で、右払いを長く見せるためにも、この点々は上の方に詰めます。さあ、この横線と口のバランスですね。口などは大きくせずに、ちょっと横長な、横に倒したような長方形にすると美しくなります。でね、この辺りは大人の余裕を持ってスカスカにするんですね。よく見るとこの辺りね、綺麗な余白の開き方がありますよね。これをね、パンパンに詰めてしまうと子供っぽい印象になってしまうんですね。さあ、おさらいも兼ねて筆ペンで書いていきましょう。さんずいの点画はね、小さくしつつ、やはり2画目を左に張り出すんでしたね。で、4画目のこの横線はね、短くしちゃってください。しかもめちゃくちゃ狭いですよね。さあ、ここ結構ね、これ下目に右払い張り出すんでした。で、右払いをね、右方向に長く見せるためにも、この横線とか口は左に詰めるんですよね。で、この横線とか口もね、あんまり大きくしない方がいいですね。まあ、ここにやはり余白がある方が美しく見えるので、まあ、この書き方がおすすめになります。大筆で進む書いていきましょう。点画は小さく書きます。まあ、点画はね、あんまりこう大きく書いてしまうとボテッとしてね、子供っぽい印象を与えてしまうんですね。ここ入筆して、指で右にひねりながら書いて、筆の右側面をこっちに向けるんですよね。そしてこの左払いは短いんでしたね、横線がね。さあ、この右払い、徐々に太くしていって、ここでストップ。そしてここで右にひねりながら、筆の右側面を右下に向ける。まあ、やっぱりこうやって見ると横線ってすっごい細いですよね。この横線細くするだけでだいぶ大人っぽい印象になります。まあ、ここ太くしたくなりますが、あんまり太くならないように注意していきたいところですね。さあ、今度は行書ですね。行書はね、こういうふうに滑らかに書くんですが、止まらないようにぬる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 書きます。まあ、やはりね、こういうふうに右払いとかがこう丸くなっていくんですよね。で、この辺り見てみると結構ね、こういうふうに斜め上がりがバラバラになっていることがお分かりいただけると思います。横線の斜め上がりが平行なのが楷書で、これがバラバラになるのが行書なんですね。さあ、今日もね、アートスプレー使ってね、表現していきましょうか。やっぱりこう澄んだ空のね、イメージが僕はありますね。登山するんですよ、僕ね。だからね、こういうこう空の色がね、やっぱりどうしても想像つきますね。さあ、ここにね、書道っぽくちょっと墨もね、混ぜて散らしていきましょう。魔法のふりかけですね。で、細い線を使ってちょっとね、余白メインで描いていきましょうか。もうまさに澄んだ空を字で表現していきます。まあ、やっぱりこうやってカラーと文字って相性がいいですよね。ぜひ皆さん、これ誰でもできるんでね、お試しください。さあ、今日はね、
気質、まあ、筆の入りのことを気質っていうんですが、そこのアレンジしていきましょうか。こういうふうに尖っていくような気質もあれば、こういうふうに逆質といって、ちょっとね気質の部分を丸くする書き方もあります。まあ、こういうふうにとんがらせたりとんがらせたくなかったりすることによって、気質にちょっとねこう彩りを与えるんですよね。まあ、同じような入筆、いつものように十字に斜めに入れるだけじゃなくて、ここにいろんな風に逆筆にしたり書くことによってね、だいぶこう文字の表情が変わってくれるんですよね。例えばこういう風に面白くひろって入ってみたりね、これをね気質の変化、まあ、私はね筆法の変化とも呼んでいますね。まあ、結構ね書道をこうガチンコでやる人にはとっては必要な技術になります。さあ今日もね野原社の書体辞典を使って検索していきましょう。結構多いですよね、住むっていう字ね。結構まあ住むという印象にはこういう草書と言われる書き方が相性良さそうですね。さあ今日ちょっとはね筆を2本持ってね面白く書いていきましょう。線を2本に分けると面白い感じになるんじゃないかな。この草書ってね普通に書いてもちょっとね、まあ、普通の方から見ると面白みに書けるんで、まあ、こういうふうにこう筆変えたりすると面白くなりますよね。はい、今回お遊び以上となります。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。蝶、まあ、蝶もねそんなに簡単な文字ではないんですが、コツを覚えてしまうとこんなにもね美しい感じで書けるようになると思いますので、ぜひね試して書いてみてください。で、住むといえば私趣味で登山をしているんですね。まあ、夏の空と冬の空の違いっていうのをねかなり楽しんでいるんですが、このように夏と冬では空の色が全然違うんですよね。まあ、個人的に好きなのは空に限って言うとですよ、冬の空の色の方が綺麗ですね。まあ、やはり登山では夏行くとほぼね、ほぼっていうか、毎回曇りますね。特に午後になるともう絶対ガスが出てきてしまうんですけれども、冬になると結構ね長い時間透き通ってくれるんで、かなり眺望を楽しめるんですよね。だけどね冬山はかなり難しいので、まあ、しかもね朝早く出発しなければいけないんで、かなり大変な思いをしてしまいますが、でもねこれはね見る価値はありますね。話はそれてしまいましたが、このチャンネルでは大筆筆ペンペン字楷書行書アート、すべてのシーンで使える動画作りをしています。ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ちなみに私はアメーバブログではさらに上級者向けの記事を毎日アップさせていただいています。まあ、日曜はねお休みさせていただいているんですが、概要欄にアメーバブログの URL も貼っておきましたので、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。ここまで長い間動画をご覧いただき本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バイバイ。